中日ブリボンズ、逆転お笑い、スパーキングネお負け、うんち、課題しかない練習不足、中日ドラゴンズ弱い、2桁安打したのにどうして、勝つどアホ、まあ課題は見えたということで、まあこんなもんだろうな、相変わらずの次元の低さ、やっぱ勝又って選手打てるんや、今日も打ってるわ、残念、最初の投手陣は良かったけど、心配です、打線は10安打、1得点、ロドリゲス選手と鵜飼選手が良かったのがポジかな。負けポジ要素はネオキミとロドリゲスくらいだね。練習試合なのてたれるのも収穫、ネオくんはさすが。課題も悔しさも残る試合、頑張る姿を応援することしかできないけど、選手が残ってコーチと話したりする姿は次につながる姿勢だと思うのです。こういう試合昨シーズンよく見たな。とりあえず今は勝敗関係ないけど、怪我なくどんどん調子を上げていってほしい。負けちゃったかはプラス要素もあったけど、野手のポジション争いは結構熾烈ですね。DeNAとの練習試合は逆転負けでした。まあ練習試合ですので課題が多かったと思いますし、明日はヤクルトとの練習試合で巻き返していきましょう。セカンドでも交代してすぐに良いプレーできる辻本楽しみ。今日は中継ぎがよう打たれとる。ご視聴ありがとうございました。